浅虫温泉公園某浅虫温泉は、青森県青森市浅虫にある温泉、海水浴やスキー、水族館や遊園地といった、様々なレジャー施設も兼ね備えた観光地として賑わい、東北の熱海、青森の奥座敷などと呼ばれた、道の区湾に突出する夏白半島の基部に位置し、浅虫夏白県立自然公園の一角を成している。かつて、 浅虫温泉にはいくつもの源泉があり、摂氏30度から摂氏78度で湧き出していた。しかし乱屈によって、湧出量の減少を見た上、泉質が変わって、食塩泉となった。そのため1968年に源泉を一箇所に統合して組み上げることとなった。こうした方式は、当時の日本では珍しい試みだったという、源泉から摂氏46度に調整後、 各温泉施設や一般家庭へ、廃油が行われている。平家湯伝説は、自覚大師や炎郷大師による、発見説を伝える。また、かつて、朝虫と表記したことから朝を蒸していたのだろうとする。五源説もある。湯の館に宿尽きたり、湯は、滝の湯、目の湯、柳の湯、おほ湯、肌か湯などの糸、清気に湧き、旗、の木を貫ねたる家々の尻にも、 湯のあり手や予見、里中に蜜蝋とて、ふちふちと逃げ帰る、ぬる湯あり、菅沼澄、そっとが浜風比江戸時代に東北地方の旅行記を観光した菅沼澄は、そっとが浜風比の中で現地の伝承を紹介した。これによると、温泉は蜜蝋と称し、もっぱら源泉で朝を蒸して、繊維を取り、食婦とするために利用していたことからかつては、 朝虫と呼んでいたという。しかし、村で火災が頻発したことから、火に関連する虫の字を意味、朝虫と書き表すようになったという。温泉の発見については、伝説があり、平安時代の1190年頃、浄土宗の海祖方言が、道の区国を訪れた際、鹿が怪我を癒すために湯に浸かっていたのを見出したという。これには、さらに古く遡る遺伝があり、 発見者を縁人に返す現象もある。いずれの場合にも、地元の住民は入浴の効能を知らなかったため、発見者の物騒が抑揚とすることを住民に教えたのだとされる。中世末期の天文年間の資料には、浅虫湯と記されている。江戸時代になると温泉地としての言及が増え、上京4年の県地町では、い u 4カ所と記録されている。広崎藩では、 寮内の温泉地18カ所のうちの一つと数え、お借りやご陣屋を備えたご休み所とされている。藩主は青森や外が浜を巡察する際には浅虫温泉に立ち寄って入浴した。当時の藩主が利用した本陣が現在の柳の湯であると伝わる。享保9年には村で火災があり、本陣も小村被害を受けたという記録も残されている。 前述の菅江雅美のほか、同時代の地理学者古川小松健は、幕府の準犬師に帯同して、天明8年に浅虫温泉を訪れており、その際の様子が、ドンズー雑記8月24日の記録に表されている。このところは、青森より三里といえども大日に通し、この地海浜に臨みて温泉あり、至り手の熱湯にてゆつぼより流れ出る湯。 川へ落ちて湯気の率上がること煙のことし、古川小松県、どんずう雑八1891年開業の、浅虫駅浅虫水族館浅虫ねぶた海岸の有景、遊景右に喫立するのが、裸島。温泉組合前の陰泉所構想化された、宿泊施設湯の島を望む、大浴場宿泊施設の夜景明治初期、編集1876年に刊行された、感染実証。 新鮮道の区国史には、明治元年当時の浅虫温泉の様子が記されている。これによれば、浅虫温泉は、当時場として知られていたものの、住人は、四角を待て口を乗りすような状態で、多くの者のは、蝦夷地への出稼ぎでしのいでいたという。このように、明治時代初期の浅虫温泉は、ひなびた温泉地で、温泉各社18件程度の規模だった。 小さな消火はあったが、陸運業者はなかったという、西の青森川から浅虫温泉までは、距離こそ三里ほどだったが、途中には、宇藤崎という難所があって、まともな道が通じていなかった。宇藤崎は、断崖絶壁が海に突き入れており、当時は崖図体に、岬の突端まで行き、岩場に板を渡して何とか通行していた。1876年に、 明治天皇が北海道へ巡行するにあたり、浅虫温泉に立ち寄ることになった。当時、明治天皇は籠で、従者たちは牙で移動しており、宇頭崎の参道の通過は危険すぎるということになった。このため断崖をうがつ水道が掘られ、これにより牛馬の通行も可能となった。後にはさらにトンネルの建設、拡張が行われて、東北本線や、 国道4号線が通じるようになり、広崎、青森方面から、浅虫温泉を経て、八戸方面へ、青森県の東西を結ぶ重要な陸路となった、明治中、後期、編集1891年に、東北本線が全通し、東京と青森が鉄路で結ばれ、浅虫駅が開業した。これが原動力となり、温泉地は徐々に発展を始めた。 温泉地に駅ができたことで単に交通の便が良くなったというだけでなく、本州と北海道とを行き来する旅客が長距離移動の途中で体を休めたり、津軽海峡が敷けて足止めとなった場合の滞在地となった。1902年の発行打接中、航軍遭難事件の生存者や、1904年から1905年の 日露戦争の将棋軍人らが浅虫温泉へ送り込まれ、温泉の名が青森県民以外にも知られるようになった。1909年には急に本陸軍の第2師団と第8師団により浅虫展示療養所が設立された。同じ頃から周辺では馬場山散策コースの整備が行われ、観光客誘致の取り組みも始まった。1911年には、 朝虫発見を選定し、絵はがきや新聞を利用した宣伝も行われた。1907年の時点では、温泉地には旅館7軒温泉各社15、共同浴場に商店33となり、貨物の運送業者、郵便局、電信局、電話局もあり、人口船を越す町となった。大正時代、編集大正時代に入ると、 大戦景気に支えられた遊覚増加によって浅虫温泉も大いに発展した。1924年には東北帝国大学の臨海実験所が浅虫に開設。ここに併設された浅虫水族館は当時の日本を代表する水族館として人気を博した。翌1925年には馬場山に声優館が開業した。これは温泉施設に劇場。 食堂、娯楽室、展望台、宴会場などを併設したもので、1年後には増築が行われて、宿泊機能も兼ね備えて、大いに繁盛したという。これを機に、周辺の旅館も増築や新築が急増、一帯はみるみるうちに、歓楽街となっていき、芸儀や釈夫の数も150人に達した。1925年観光の全国温泉案内では、 朝虫温泉を東北地方では屈指の温泉としている。この時期の主な源泉として次のようなものが挙げられている。柳の湯、大湯、裸湯、桜の湯、ボタンの湯、高砂の湯、鶴の湯など。源泉によって泉出などはわずかな差異はあるが、おおよそ一致している。当時は温泉の適応症として肝臓病、神経麻痺、胃腸をかる、痛風、死休疾患、 梅毒、自覚、創傷、多血症などが挙げられている。昭和初期、編集朝虫温泉は、青森県としては割合に、冬の寒さは穏やかで、春の潮干狩り、夏の海水浴、秋の花火大会、冬のスキーと、一年を通じて、レジャーが可能な行楽地となった。1936年には、同じ青森県内に、とわ国立公園が設立されたが、こちらは、 手付け数の自然が売りなのに対し、浅虫温泉は文化施設や観楽施設、行楽施設が揃った観光地として人気を博した。1939年には浅虫温泉近くに昭和軍人青森療養所が設立され、その利用者のために新駅西平内駅も開業した。文化、編集浅虫温泉には様々な文化人がやってきている。高浜巨子は、 娘婿が日本銀行青森支店長を務めていたこともあり、浅虫温泉を何度か訪れた。この時四ん百尺の裸いはあり夏の海などが残されている。廃人、秋元藤尾は1905、津軽地方出身の太宰治は、家族が浅虫温泉で当時をしていたので自身もたびたび浅虫温泉に登入し、その時の様子を津軽思い出に書いている。 青森市大町出身の胸方志向は1924年に画家を目指して東京に出た。後に版画に転校すると1938年に浅虫にある宇藤崎を描いた作品宇藤で初めての定点での特選を果たした。胸方志向は太平洋戦争中を除き例年浅虫温泉を訪れて1ヶ月から2ヶ月間滞在したといい。 滞在先の旅館のために描いた仏が、浅虫温泉如来などが残されている。クジラ餅は、浅虫温泉を代表する郷土菓子である。これはもともと、津軽地方の味ヶ沢の菓子の製法を、浅虫温泉の菓子屋が学んできたもので、1907年に、日露戦争の小病兵が、浅虫温泉に投入するようになった時に生み出された。この餅菓子は安価で保存性に優れ、 携帯にも便利だとして、土産物として人気になった。軍人の助隊土産としても知られていたという。くじら餅は、浅虫温泉の名物としてくじら餅が知られるようになり、1918年には、品評会に出陳されて、さらに注目されるようになった。東北の熱海、編集浅虫温泉は海辺にあり、鴨目島、裸島、湯の島といった小島が浮かんでいる。さらに、 下北半島を延望し、下記の海水浴に適した砂浜がある。背後味方は山に囲まれている。このような地形から、浅虫温泉は、明治時代から、熱海温泉に似ている、東北の熱海というようになった。熱海温泉は1925年の熱海戦回移業と1934年、丹那トンネル開通によって、利用客が急増し、観楽地、遊興地へと変貌を遂げた。 これと同じ頃に、浅虫温泉も、陥落地と変化していき、昭和に入るとどちらも、遊興地として栄えていることをもって、東北の熱海と称せられるようになった。源泉の一元管理下、編集温泉地では、利用客の増加に伴って、各旅館は、独自に温泉を採掘し、ポンプで汲み上げた。しかしこうした乱掘は源泉を損なうことになっていった。1913年頃、 朝虫温泉の泉質は硫酸塩泉だった。主要な源泉は8カ所で自噴しており、湧出量は毎分約120リットル、泉温は摂氏61.5度から摂氏79度となっていた。その後、ボーリングによる温泉開発が進み、1944年頃には掘削による源泉は126カ所を数えるようになった。 1961年頃からはポンプによる組み上げも始まり、数字の上では輸出量は増加していった。ところがその陰では、1952年には119カ所で自噴していた源泉が、1963年には11箇所源泉によっては湯の水位が4メートルから5メートルも低くなっていて、地下水や海水の流入のために、源泉の温度の低下を招いた。また、 特に海に近い源泉では、泉質の食塩泉化が顕著に進行していた。温泉地では対策として、1966年に源泉を一元、管理する浅虫温泉事業共同組合を組織、源泉の個人所有をやめた。温泉の総採主量は、従来の半分を目標とし、毎分920リットルに制限された。すべての温泉利用者は、この共同組合に対して、 温泉使用量を収めて湯の供給を受けることになった。この結果、10年で源泉の回復を見た。このように、温泉地で源泉を集中管理する方式は日本で最初期の試みで、その成功例として知られるようになった。近況、編集元々海岸に沿って温泉街が発展していたが、国道4号線のバイパス化するにあたり海側に道路を通したため、 温泉街と海との間に距離ができた。温泉施設の中には、客室や大浴場から海を望むように高層化を図ったものもある。この結果、山側には、昔ながらの温泉旅館が、海側には大規模なホテルが並ぶようになった。1986年には、海浜部に、浅虫海釣り公園を建設した。これは桟橋から、道の区湾の魚介類を釣るための場所で、 初心者向けに、イケスの釣り堀りも備えたものである。開園者年度は3万人を超える利用客を集めた。バブル景気の終焉以降、浅虫温泉の利用者は減少している。宿泊客数は1991年の29万5千人から、2016年には16万6千人にへと縮小した。宿泊施設や飲食店の数は、最盛期に比べて半分になり、二千十三年に、 朝虫小学校が2015年には朝虫中学校が廃校になった。2017年には朝虫温泉の大手ホテルの運営会社が経営破綻した。地元の道の空銀行や旅館の経営者らは温泉地の復興に向けて共同で取り組みを行っている。温泉地の再生への取り組みの一環として青森県によるヒートポンプによる地下熱の利用の調査研究や 再生可能エネルギーとしての温泉熱を利用した地熱発電の検討を行っているものの、採算性などが課題となって実現には至っていない。共同浴場、松の湯湯の島夏は海水浴が行われる海岸港の遊形。背後には裸島が見える。湯の島は温泉地から約 1km 沖合の無人島。島付近の海中から温泉が湧き出していることから、 その名があるという、カタクリの群落があり、4月の湯の島カタクリ祭りでは渡航もできる。島周辺の祈願見物の観光船も運航される。裸島は温泉地から約1 7トル先の城、根崎という岬の先端部にある無人島。もともとは、岬の一部だったものが、破植により独立した岩の柱となって喫立している。 白根崎流門岩と呼ばれる、中心よの特徴的な流門岩からなるが、温泉化作用によって変色して、黄色みを帯びる。浅虫温泉の海岸の軽物として、昔から知られる。江戸時代の資料では高さ25軒、肌赤島と称し、これは、わしが赤子をさらってこの岩の上に泊まったのを、母親が助けに行こうとして、岩場を登り、指から出たちによって、 岩が染まったことに由来するという、岩場に植物が全くないのもこれが原因だとするという伝承が紹介されている。裸島の目の前には、旧東北大学臨海実験所がある。温泉街の裏手の山には、森林浴に最適なハイキングコースがある。コース上には、道の区湾展望台がある。浅虫温泉ねぶた祭り浅虫温泉、観光協会と浅虫温泉旅館組合が、 運営する公式サイトでは法年による発見説を紹介している。明治維新による廃藩置県では旧広崎藩領は広崎県となった。県内は広崎を中心に軍が編成され、浅虫温泉のあたりは広崎県の東の外れというべき位置にあって交通不便な場所だった。完成年間に全地島崎を通った渋谷長白は 平雲が壁に取り付くようにして、横歩きで六軒岩角へ渡るため丸太を二本渡してあると伝え、松浦武四郎は、東園会日誌の中で、大岩石が語る難所の道なり、右は、が,がたる完璧あり、左は貸しおしを見つる時は通り渡し、故に上に材木渡して、背をこうして架け橋と運、この上を渡る、しかれ、強風波、後期時は通り渡しと記している。 1891年の国鉄東北本線付設にあたっては、国道よりも海側に新トンネルが建設された。これにより、およそ70年の間、宇都先には国道のトンネルと鉄道のトンネルが並走していた。1967年に東北本線の電化・複線化が行われ、鉄道は新設のトンネルを通る内陸よりの新ルートとなった。 旧鉄道トンネルは改修されて国道用に転用となった。東北大学臨海実験所付属の浅虫水族館は1984年に閉館となるまで当時営業するものとしては日本国内で最古の水族館だった。同水族館に近接して青森県営の水族館が1983年に開設されたことで 東北大学付属としての浅虫水族館は閉鎖となった。現在は青森市本町当時の熱海温泉は、温和の気候と稀に見る風景と、それから温泉を顕微した保養地と評され、どちらかというと、風光明媚な継承地として知られていた。湧出量、温度は推定値、源泉を自噴泉と溶油泉に区別した湧出量などの定量的調査は、 1957年に公表された1954年12月のデータが最初だった。単純に海水が流入したのではなく、海岸に近い源泉へ海水が地層を浸透していく。過程で海水中のナトリウム、カリウム、マグネシウムイオンは減衰し、代わりに地層に含まれる炭酸カルシウムからカルシウム成分が流出し、これらが源泉の成分に影響を与えた。 2009年の青森県の調査報告書によれば、浅虫温泉旅館組合に加入している宿泊施設数は14施設。2017年5月の河北新報によれば、宿泊施設は24件から10件、飲食店は約50件から約15件へ減少。ありがとうございます。